はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第226回でございます。で、今回は、先日投稿しました、はじめ社長さんとのコラボをさせてもらいましたので、そこの、まあ、そこに何、コラボに至る経緯とかさ、まあ、裏話なんかを話していけたらなと思っておりますので、よかったらね、最後までお付き合いください。で、まずは先週ね、ちょっとダラダラジオお休みいただいちゃってすいませんでした。投稿しようと思ったんですけどね、撮影間に合わなくて1週間空いてしまったんですが、まあそのコラボのね、こととかいろいろあって、ちょっとバタバタでね、こんな感じになっちゃったんですけど、で、まずどっから話そうか。まず経緯から行く？あ、でもあれか、感想から行こうかな。ひとまずね、はじめさん家にお邪魔させてもらって、で、そこでね、撮ったんですよ。で、だいたい時間が1時間半ぐらい時間いただけるってことだったので、まあ、その1時間半で行ったんですけど、まずね、驚いたのが、普通に、はじめさん家の近く、まあ、待ち合わせして行ったんですよ。で、行って、まあ、出てきてくれて、まず出てきてくれたことでびっくりしたの。いや、まずくないみたいな。まずくないですかみたいな。なってて、その後、一緒にコンビニ行きましょうみたいな。で、コンビニ行ったりとか、で、はじめさんの車にも乗せてもらったんだけど、普通に街中にはじめ社長がいることに俺はびっくりしたけどね。そう。で、まずね、見た目がね、そう、俺初めて会ったんですけど、かっこよかったよ。もう動画で見るより本当にかっこいい、生の方が。うん、まあ動画もかっこいいですけど、であと、背が高い。俺も180センチあるんでそこそこあるんですけど、まあ彼は185センチなので、しかも細いからさ、で、顔もちっちゃいんだわ。もう見ててね、俺この人になんか勝てることあんのかなって思って見てて、ちょっと人として凹んでた。なんて朝嘘ですけど。まあ本当に、まあ見た目は本当かっこよくて、で、やっぱ一番でもないけど驚いたのは腰の低さ。本当に腰が低い。だって言って日本一ですよ。YouTuber の中で登録者。日本一の方で、まあ24歳だしね、まだ。言ってしまえばさ、こう、人によってはもう調子乗る時期ですわ。24歳でそんだけ人気があって、もうグイグイ来てたらね。でもほんと腰が低くて、もう話の、なんだろう、話し方とかも穏やかだし、こう、多分、なんだろう、わかんないよ。これ、わかんないけど、多分ちょっと人見知りされる方なので、若干その点ね、緊張というか人見知りされてるのかなっていう感じるとこはありましたけど、でもね、まあ、自分もすごい緊張してたんですが、外見も中身もね、本当に素敵な方でした。なんかね、そこ語るとそれで一本終わっちゃいそうなんで、ちょっとここら辺にしときますけど、うん、っていう感じですね。で、まず経緯から行こうか。経緯はですね、まあ自分から誘いました。当然ですけど。で、もともとですね、この、まあ去年の末ぐらい、11月ぐらいから、その、年明けたぐらいに、まあセンター終わる頃を見計らって、去年からね、考えるとやっぱセンター終わった後にものすごいこう、へこむ子が、からメールがたくさん来るんですよ。で、高校受験の子たちも私立の結果が出たりとか、やっぱり受験にちょっと追い込まれ始める時期だったから、こう、誰かとね、コラボをさせてもらって、こう、まあちょっと、なんだろう、インタビューじゃないけど、雑談まあ、こう話していく中で、受験生の励ましになるような話をできる人誰かいないかなっていうのをちょっと計画を立ててたの。で、そのためには自分の中で条件があって、自分がまあ、信頼できる方というか、この方とお話ししたらそういう話ができるんじゃないかなと思う方。そして、一応大学受験をされている方。で、その中でもセンター試験を受けている方がいいなって思った。でも、もともと事務所にも入ってないし、交友関係がないからさ、どうしようって。で、花尾さんは適任だったんだけど、花尾さん一回コラボさせてもらってるから、なんかまたかってなっちゃうかなと思って、で、まあ、自分が連絡を取れる方で思いついたのが、まずはじめ社長だったのね。で、一応ツイッターで総フォローさせてもらってるから、DM 送れるし、いつも DM 送ると返してくれるんです、必ずはじめさん。で、まあ、ダメ元じゃん。正直迷ったよ。これに関しては本当に迷った。ね、お忙しいし、言ってもさ、自分なんて登録者30万人で、はじめさんから言えばもう小物だからさ、正直。一桁違うわけ。20倍だからね。1000人と2万人の20倍じゃないからさ、30万と約600万の20倍じゃん。ね、相手なんかしてる暇なんてないし、でも、今年2018年は自分はもう挑戦の年だと本当に思っていて、例えば考えて、頭で考えて、普通に一般的に考えて無理だって思ったことでも、まずやってみなきゃわかんねえじゃんっていうところはやっぱ自分でもやっていきたかったの。子供たちとかみんなにもそう言ってるからね。だから、ひとまず送ってみようって。それでメールね、DM 返ってこなかったりとか断られたら、そうだよねって、しょうがないよね、じゃあ次行こうって。やるだけやろうって思って、めっちゃ書き直して、DM。何回も何回も書き直して、
ちょっと勇気を振り絞って送ったんですよ。で、2日後くらいだったかな、帰ってきて、いいですよって。え？って。ただ、すごいスケジュールがやっぱり詰まってる状況だったんだよね。そう、だったので、一応話していく中で、こう、なんかね、どうなんだろう、正直わかんないんだけど、正直はじめさんの中では、こう、社交辞令だったのかもしれない。もしかしたら。え、本当に来んの？みたいな感じだったのかもしれないんだけど、一応なんか大丈夫ですって、この日のこの時間だったら、なんて話をしてくれたんで、ひとまず迎えました。そう。でね。で、実際ね、お会いしてコラボするっていうのが一応経緯でしたね。で、その、動画の内容的には、まあ、ちょっとね、ライトをね、明るさ調節をミスったりとかいろいろやっちゃいましたけど、こう自分の中ではさっきも言ったように話をしていく中で、見てくれてるね、みんなが、まあ、受験生の子も、これから受験生になる子も、勉強に悩んでる子たちも、ちょっと、頑張ってみようかなって思ってほしかった。そう。そういう動画にしたいって思って、で、これは本当にはじめさんにすごい失礼だったんだけど、だいたい聞いた感じだとさ、コラボってだいたい台本作るっていうか、こういうことやりますよ、こういうこと質問しますよっていうの事前に言うらしいんです。まあ、俺、花尾さんしかしたことないからわからないんだけど、でも、ちょっと、まあ、バタバタしてたのもあったし、事前に送らなかったんですよ、それを。で、本当にその場でお家にお邪魔して、最初20分、30分一緒にね、喋らせてもらって、普通に雑談でね。で、その後に、じゃあ撮影しましょうって言って、結局40分か45分くらい話したのかな？カメラの前で。っていう感じだったんですよ。で、台本で事前に用意しないで、はじめさんのその場で、俺がね、その場の流れで質問したもの、まあ、事前にこれを聞こうっていうのもあったんだけど、それを生の言葉で返してほしかったの。その場でもいっぱい悩んでもらっても構わなかったから、だから、ちゃんと編集して、カットして、で、編集したものをはじめさんにチェックしてもらってから投稿しますんでっていう形で、それでやらせてもらいました。その方が、届くと思ったんだよ。見てくれてる子たちにね。勉強動画だから、はじめさんが出てるから、はじめさんのファンの方見てくれるかもしれないけど、でも長い動画になるしさ、ね、別に笑い要素なんて大してないじゃんか。だから、こう見る方も限られてくるし、でも、せっかく見てくれたんだったら、見てよかったなって。で、できるなら、なんか、まあ、はじめさんのね、はじめが好きな、みんながさ、あ、はじめ、やっぱり、もっと好きになったとか、あ、はじめの、なんか見たことない一面が見れたなんて、風にできたらいいなって思いながら、ね、そこもちょっと自分の中で裏テーマとして持ちながら、こう、話を振る。まあ、インタビューじゃないけど、いろいろね、こう、引き出せたらいいなと思って話をさせてもらいました。で、やっぱりね、自分が思ってた以上に、すごく素敵な方だったし、で、勉強に関してもね、すごく自分が経験したことを真摯に勉強と向き合われてきた方だったから、ああいうたくさんのいい言葉というか、子供たち、ね、学生のみんなに、届く言葉が出てきたんじゃないかなっていうのを思っております。はい。この勢いで話してきたらもう8分だって。そう。でね、編集していく中で、こう、まあ、全部テロップつけたのも人生で初めてだったし、すげえ大変だったけど、全テロップ。でも、編集しててさ、いっぱいカットしたんだよ。本当に。カット、どうしようかなって思ったのもいっぱいあったけど、でもその中でね、絶対にこれだけは残したい。って思ったはじめさんの言葉があって、それが、誰だっけながね、こうコメントで残してくれてたけど、こう、まあ、勉強に正しい、ね、何が勉強が正しいかっていう、そういうことじゃないと。そう、正解したらそれが正しいってことなんだよ。ね、問題が解けたらそれが正解なんだって、いう話を、はじめさんがされてて、その、インタビューというか、話をしてる時に、俺はその言葉がすごく響いたの。自分で聞いてて。あ、この言葉絶対残そうってその場で思って。で、それが、その言葉が活かせるようにっていうか、その言葉が、ね、ちゃんと、なんだろう、聞いてくれてる子たちに、一人でも多くの子たちに届くような編集にしたいなって思って、まあ、3日間ぐらいだったかな、結局かけてね、編集してたんですけど。まあ、コメント欄とかさ、まあ、評価はね、その評価でしかないんでわからないですけど、でもコメント欄、ちょっと全部は読むことはできなかったですけど、たくさんこう読ませてもらってる中では、頑張ってよかったなって、ね、はじめさんに無理言ってしまったけど、よかったんじゃないかな、とは思ってる。ただ、一個だけ申し訳ないなって思ったのは、
やっぱり、自分はね、急上昇に乗ったことがないんですよ、YouTube の動画が。どうしても勉強動画はね、なかなか再生数が伸びなくって。で、やっぱ、はじめさんとコラボさせてもらうんだったら、乗せなきゃダメかなって、ちょっと思ってたんです。で、まあ、結局乗せらんなくって、そこは申し訳なかったなって、はじめさんをね、出ていただいたのに、申し訳なかったなってな思いはあるんですけど、でも、例えば、ちょっとこう、釣れるサムネイルとか、もう考えたんです、正直。正直考えたんですけど、でもね、やっぱそれは違うなって思って、だから多分勉強トークだったかなと、はじめ社長っていう、はじめ社長と勉強の話をしたんだなっていうのがわかるサムネイルだけにして、で、それに、あ、はじめ社長が勉強の話してるんだ、聞いてみようって思った方、で、来てくれた方が、こう、なんかいいものというか、プラスのものをね、得て帰ってもらえたら、俺はやった甲斐があったと思えるかなと思って、風にしちゃったんですけど、なんかわかんない。そこに関しては。なんかそういうね、急上昇にの、なんかわかんないんだよね。ちょっとその辺 YouTuber の他の方と、そういう部分が欠けてるんで、俺はきっと。なんか再生数をすげえ爆発させたいとか、そういうね、動画じゃないからさ、コツコツなんか勉強動画上げてこうみたいなスタンスでやっちゃってる人間なんで、そこはね、あれだったんですけど。まあ、ちょっとね、はじめさんが、こう、このコラボを終えてどう思われてるかもわからないですし、もしかしたらちょっと不快な思いをさせてしまったのかもしれないんですけど、ただまあ、はじめさんの中でね、このハイチっていう人間の評価というか、が別に下がって、それは別に問題なくって、でも、こう、動画を見てくれた子たちにとって、プラスになってるんだったらいいなと、思って、終了いたしました。はい。という感じですかね。まあ、裏話、そんなもんかな。まあ、一緒にいた時間もそんな長くなかったんだけどね。まあでも、すごく素敵な方だった。かっけえなと思って。中身も外身もね。まあ、実現するかわからないですけど、教育に対する考え方はすごく似てて、はじめさんと。そう、やっぱ、動画にしてない部分でね、あ、似てるなって、こういう話しながら思ってたんだけど、あ、いつかね、酒でも飲めたらいいっすね、みたいな話をしてましたけど、まあ、また、ご一緒する機会があればね、できたらいいなとは思います。はい、という感じでございました。まあ、この場を借りてにね、まあ、本人にもね、もちろん DM で送りましたけど、この場を借りてになりますけど、本当ね、はじめ社長さんありがとうございました。そして、その動画をね、ご視聴いただいた皆さんも本当にありがとうございました。まあ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 、もうね、日本一の方とコラボさせてもらったんでね、これ以上のコラボはないですけど、ただまあ、これからも、まあ自分から誘うことがほとんどだと思いますけど、でも、なんかね、コラボというか、なんか、ね、できたらいいなって、教育の話をしたいなって思いがやっぱ強いので、そういう動画がまた撮れたらいいなと思います。はい。本当はまだちょっといっぱい喋りたかったんですけど、ちょっとあまりにも喋ったんで、また機会だったら、ダラダラジオでちょろっと話します。実は、みたいな、と思います。はい、という感じで、今回は、はじめ社長さんコラボの裏話という、まあ、ちょっとでしたけどね、裏話を喋らせていただきました。ここまでね、ご視聴いただき、本当にありがとうございました。では、次回は2月、一発目になりますので、まあ、2月のポイント、まあ、受験生にとってポイントではないと思うんですけど、まあ、1、2年生とか、まあ、受験生もちょっと話しますが、2月の過ごし方のポイント、話していきますので、よかったらそちらもね、ぜひご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。今表示されている関連動画や再生リストの方から他の勉強動画とか、テーマを決めて喋った動画に飛ぶことができますので、よかったらそちらも見てみてください。またチャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。